胸継ぐ玄奈8年九月二十六日は、金利三倉職を預かる、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、官人。立ち入り屋三代目当主。六角氏に属した、大見立ち入り上主、立ち入り、総長の子。子に、孔次、議員がいる。妖名は、孔野所丸。孔は隆佐。官位は、十五位下、佐京助、増寿二 無熱具が見分した出来事等の覚書を修正した、木、立井里沙京介、入道竜崎があり、多くの戦国大名との交友があった人物として知られている。弟に、東福寺住職の月経聖清志がいる。立井里江は、大見国安群立井理将を発祥とする。出自は、はっきりしないが、藤原北家秀里流、あるいは、佐々木氏の一族、また、 立ち入りや文書には、松田団子神及び、武前史関連の資料が伝来しており、年代的な祖母があるものの立ち入りや経図によれば、武行州松田一族の子孫、代々皇室の御領所から納められる年貢を預かっていたが、やがて、室町時代になると、貨幣経済の進展により、年貢を銭で納める洗脳や大洗脳が普及したことに伴い、金融業も扱うようになった。 永正六年、すでに朝廷の金利三倉職であった、盾利胸康は、京都御所に、毎月、酒千を納め、巨物の保管、金銭の水筒、年貢米などの管理に当たった。やがて胸継が金利三倉職を就職。姉が信長の家臣どうか終わり神に嫁いでいた、つながりもあり、共に義父である磯貝久次と信長の上落を格策し、大木町天皇の直使として、 a 六7年と同10年の二度にわたり終わり国清洲城に下校。応仁の乱以降すさんだ、御領所の回復や、京都御所の修繕を依頼する密直を持ち織田信長に、上落を促す。そして、a 十1年9月に、信長は、橋場秀吉、庭長秀、滝川和松、柴田勝家らを率いて上落。その際、 無熱具は天皇の命を受け慌た口にて信長を出迎え、以降は朝廷と信長の間を終戦する。天正6年には10年間に及んだ石山合戦において織田信長と石山本願寺の門主賢女殿は僕に奔走。母書は京都市上京区にある浄土州大本山清城会員。明治政府より朝木復興に尽力した功績を称えられ。 明治31年4月9日に、十二位の遺械を追蔵され、盾リム熱具旗中飛が建てられた。石踏みは正常会員の正門を入った、三影堂手前にある。肖像画が立入家に所蔵されている。京都三大祭りの一つ時代祭において、織田工場落列の先頭で馬に乗り登場する。立入宗家は明治以降養子が続いたが、平成28年に、 創家最後の女性が、風刺のないまま死揮を示絶。家電の文書資料などは、女性の生前に京都市歴史資料館に寄贈され、金利を蔵食立ち入りや文書として刊行されている。ウィキメディアコモンズには、縦り胸継ぐに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。